棒高跳び棒高跳びは陸上競技の跳躍競技に属する種目でポールの反発力を使って高く跳ぶ能力を競う競技。使用されるポールは長くしなやかな材質のものが用いられ同じような跳躍競技である総高跳びよりも格段に高い記録が出る。なお棒高跳びは跳躍競技に含まれるが総幅跳び、総高跳びのようなジャンプとは呼ばず、 手で棒を用いて飛び越えるというスタイルから、英語ではポールボルトと表記され、競技者もジャンパーではなくボールターと呼ばれる。陸上競技における正しい表記は棒高飛びであるが、学校教育や新聞記事など、陸上競技関係者以外が多く関わる場面では、棒高飛びと表記されることもある。女子は1993年以降の記録を、 日本記録として公認している。オリンピックでは男子は1896年の第1回アテネオリンピックから女子は2000年シドニーオリンピックから正式種目となった。テープが巻かれた様々なポールルール上、ポールの長さ、太さ、材質などに制限はない。初期の頃は木製ポールが使われていたが、 弾力性に乏しく記録の大幅な向上は見られなかった。また、木材の耐久性の問題で競技中にボールが折れることが多発し、それによる怪我もつきなかった。その後、柔軟性を確保できる竹製が普及した。竹が簡単に手に入る日本では1936年ベルリンオリンピックでメダルを獲得した西田周平、OSA をはじめとする。 トップレベルの選手を排出するなど、棒高跳びが盛んになった。九百八十八年ソウルオリンピックまでは、当時の十種競技のトップレベルの選手であるデイリー・トンプソンも竹製を使用していた。その後も材質の変遷は進み、金属製を経て、現在はガラス繊維強化プラスチック製や炭素、繊維強化プラスチック製のポールが使われ、記録も 大幅に伸びるようになった。バーを飛び越える、際の様子など。高校生に関する各種記録五輪、世界選手権における日本人入賞者。ありがとうございます。